おはようございます。 Good morning。 川上さんが今15分遅れでやってきます。レースに間に合います。ああ、よかったですね、はい、とりあえず行きましょう。はい、ご苦労様です。おはよう。今日は1レース11時20分発送なので、私たち親子はめちゃめちゃ早起きしました。で、夜ママお店やべけがあるので、さらにバタバタ。我々は三輪の信彦騎手、頑張ってください。ちょっと風が強いようですね。さあ、うちのディレクターナンバー1、 あのめんこ見たら分かりますね。応援に来たからね、ディレクターです。応援に来たって言ったけど通じるわけないですよね。でも今日は頑張ってほしいです。だってこの間はほら1400でしょ、ね、やっぱバテましたもんね。でも今度はあの900です。今日はいやもうなんとか、もうなんとか本当に頑張ってほしいですわね。みんな強い馬もいっぱいいるみたいですけども、なんとかスコアをね、そこをね、チャンスをものにしてほしいです。いやめっちゃ寒い。血圧またこれ上がってるね。血圧計持ってきたんですよ今日また。いや寒いわやっぱりね。笑ってるよ見て。この軍団3人、そう軍団。笑うしかないな。でもある意味さんちゃんも幸せな人だよね。こうやって応援団が同じ勝負服のさ、模様のね T シャツ作ってもらって応援に来てるから、みんなで三輪の騎手の どこ走るんだっけ。勝負服見てください、プリントしました。あそこでね、そこまで、ね、勝負服っぽくしようかなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしいのでこれぐらいにしてきました。笑ってましたよ皆さんも。目立つからね。うん、サンちゃんも笑ってた。もうこれは馬場もあるし、うんうん、もうディレクターに関しては、うん、もう展開がハマるかハマらないか毎回言ってますけど、うん、ハマってほしいです。いやーなんとか知ってます。皆さん明日はホワイトデーなんです。あそうか、ホワイトデー、三輪同騎手ママに勝利をください。いや本当よ、勝利あるのに。しかも1枠1番です、白です。いいですね。ディレクター頑張れ。まあそうね、いつも通りね、うん、はい。さあ人気が、まあ、まあ2と3と12よ。そんなの関係ないから。遠くて見えないんだよね。いや見えるよ、12がやっぱりいるね。今上がってきてる、一つかわそうとして。あ外出したでしょ、うん、そしてここからだね、届くかどうか。遠いな、遠いか、遠いね、遠いけどなんとか。ディレクター来い。あダメだわ、全然ダメだな。ディレクター来い。あ全然ダメだわ。ダメか、全然ダメだわ。今日全然ダメだわ。ディレクターどうした。今日全然ダメだわ、弾けなかった。ああそうだね、どうした。10が1着、うん、それはね馬券買われてる方もなかなか難しいかも。4頭が人気だったから。あそっか、これはあれですね、村田先生の連絡をママ待つしかないわ。そうだね、うん、ちょっと待って。いやいや参ったね、参りましたわ。今日は期待してたんだけどな。でも違う、この後3輪で落ちて、あと3つ乗ってるんで、ま、あそう、じゃあ応援しますか。私の応援にしてください。本当ごめんなさいね、あの本当に私の馬ディレクターね、本当に次回に私は期待しますので、本当皆さんすいませんね、ディレクターの馬券を買ってくれた人、皆さん人々本当申し訳ございません。本当にさあ三輪独習ママ2レースに登場しておりますよ。いや頑張ってほしいですね。だって1レースのさディレクターダメだったから本当がっかりしてますもん私。これで前が残るようならばもう多分ね、うん、今日はね、はい、前残りでございます。緑の帽子です、まあ後ろからですね。頑張れ頑張れ頑張れ、めっちゃ後ろですね、後
後ろ走ってます。あ、本当ですね、はい、いやいやいや、ちょっと後ろ。皆さんこちらは何番が来たらよろしいんでしょうか。6番から買ってる。6、4森タイト騎手から買ってるということで、じゃあ三輪道騎手と森タイト騎手を応援しましょうかね。いったいっただよ。あ、やっぱりこれママ今日見ての通り、もう後ろからのも、ま、全く来れない。あ、あれ信彦は、あ、いた。ごめんなさい、最後見てなかった。3人気だ。11も人気の、11人気のところ、人気のところ、すげえ、本当に行った行っただな。行った行ったです。何のひねりもない。今日は前に行く馬が分かったら馬券ね取れますね、うん、いやもうこれ多分本当に何にも関係なくそれを買えばいいという、うん、今ですね、私一人でこの部屋にいるんですけども、ちょっとディレクターが負けて静まり返っておりますね。4月開催の時に展開とか、まあ、馬場含めてディレクターにとっていい条件が揃ったらいいなと願うばかりでございます。ただいま競馬場で血圧を測っている文子ママでございます。こんな人いないからね。やっぱりディレクターはね、今日は絶対ね、いけるとやってくれると思ってたんですよ。だから、ね、そうですよ。だから血圧が今193ですよ、上が、うん、下が105、これやばいです。さらに興奮してしまう。愉快な仲間たちに買いに行ってもらいました。今まで食べて美味しかったものをねリクエストしました。大判焼き、勝丸くんの今川焼き、ポテト、そして辛い焼きそばです。じゃあいただきましょう。あ、うずらの卵は私のリクエストで買ってきてもらいました。ダメです、これお金積まれても本当卵と認めません。ちょ、なんでよ、うずらの卵美味しいよ。ダメです、私はお金本当積まれても絶対食べません。え、卵と認めないの。認めないです。まあ、でも体調が悪いということなので、もうディレクターも走り終わりましたし、そうね、あのゆっくり競馬観戦して川崎競馬場楽しんでください。声は出るのよ。もう分かった分かった。じゃあ食べてください、はい、何からいきますか。じゃあ焼きそばから、うん、これはねもう名物の辛い焼きそばですから、うん、前にもね食べたけど去年食べたからすごい久しぶりじゃないですか。いや久しぶりですね。じゃあ私はママが苦手というか卵と認めないうずらの卵を食べたいと思います。まあ卵は食べるじゃない。当たり前じゃん、あれは本当の卵だもん。待って、これ偽物なの。偽物って言わないけど、うん、気持ち悪いっていうその先入観があるんです。お金いらないです。お金いらないです。嫌です。嫌です。あ、ちょうどいいしょっぱさ、うん、よかった、うん、塩分。あ、よかった。これはもうね、つまみが、つまみだね。あ、そう、結構味しっかりついてます。あ、そう、こちらのうずらの卵ちゃん。じゃあママちょっといただいてください。いや無理です。いやもう少しで危なかった。食べたことあるんですか。ないです。本当に幸せそうね、あなた。いやでもちょっと引きずってるわよ。でもさ、うん、私の馬だから。まあね、うん、なんか原因が分かってるからいいんだけど。そうよ、うん、それにしてもなと思って、なんで昨日雨降ったかなと思って。ね、私の部屋なんて見てごらん、リビング、うんうん、そうだよ、900って書いてさね、ちゃんと頑張れってさ。それまだ貼ってある。貼ってますよ、2枚も。ご覧ください、2枚。それだけ思いが強いということなんですよね。三輪の騎手、そうよ、ママはそれだけ祈ってたので、次回祭4月春ですから。春よね、スプリング。春よ、やっぱりスプリングは決めてもらいましょう。もう緩い感じで今日お届けしたいと思います。だって反省とは悔やむことではない、うん、前進する土台であるってゲーテが言ってたの。それ大好きなんです。どういう意味なんですか。だから反省するとは悔やむことではないって、うん、ね、プラスに変えていけってことですか。そうよ、そうそう、前進あるのに前進する土台であるっていいこと言ってるでしょ。だから次回に期待します。勝丸くんも応援してね。
カツマルちゃん、カツマルちゃん。なんでそのカツマル食べるとき声変えるの？だって可愛いの。だってうずらちゃん可愛いけどさ、なんか雰囲気違うもん。カツマルくん、カツマルちゃん、カツマルちゃんか。この大判焼きめちゃめちゃ美味しい。しかも大きいんですけどね。だから大判焼きっていうんですけど。うん、これだ、これよ、辛いやつが。辛いしょ、結構、うん、でも癖になるから。あ、でも辛いね、やっぱり写真食べるとわかるでしょ、うん、大人の焼きそば、うん、むずら、どうぞ、無理、無理本当に無理みたいです。無理、無理、本当無理なんだって。欲しいのにね。三輪独酒、5レース、okay、最終レースありますので、三輪独酒を応援しながら川崎競馬場楽しみたいと思います。そうですね、うん、風が強くなってきましたね。2番の馬、頑張れ。2番、頑張れ。チャンスつかめて、チャンスつかめよ。今強そうに見えても弱かったりね。これが勝負世界よね。さあ、三輪独酒、力が入る5レースでございます。私も力入ります。4番人気でございます。いいね、チャンスあるかもね。今日はもう前に行った方がいいと思うよ。そうね、それは言えるわ。この子は行きそうだけどね、前ね、うん、だって内枠でしょ、これ。シグル様方もね、その辺飛んで後押ししてくださいよ。2番目の馬のお尻をグッとこうね、風に乗ってグッと本当押してやってください。見えない力で勝たせてください。今回だけはよろしくお願いしますわ。はい、来い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 。スタートが良くないな。来い来い、逃げれないよこれじゃあ。逃げないよ、させよ、させ。ポジションじゃないんだよな、イメージ。2番行け行け。3、4番手のイメージだったんだけどな。2番行けよ。この4番がいるところにいてほしかったんだよね。4個と5が、5あたりがいるところに。今4と5が前にいてる。これ4がいいんじゃないのかな、こうなるとね。距離はあるからまだいて。あ、11もいるじゃない、人気の2頭。頑張れ、いけいけ、2番。来い、よし、ナベヒコ。来い。そっからだ。そうだよ。うちにいる。2番来い、2番来い、2番。3着に来たら競馬ファンが喜ぶ。2番来い。2番来い。今日こそ男になれ。2来い、2。2、コミよ、2。4じゃダメでしょ。2、コイ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 。4着だわ、4着だ。あ、でも頑張ったね。まあ4番人気ぐらいで4着だから、まあまあ。馬単300円じゃん。馬単300円、硬かったですね。だめ、こんなの。もう今日は逃げたもん勝ちでございます。いや、そうなんだよな。お疲れ様です。最終レースを迎えました。本当ね、そうですね、はい、スマイルフォーユーという、そうですね、入っております。はい、まあ、諦めないで共に頑張っていただいて、怪我のないように、そうね、そこよね、やっぱり走ってほしいと思います。うん、そう。そして愉快な仲間たち、ここ馬券しっかり買っているということなので、皆さん当たりますように。はい、はい、イエーイ。ちなみに最後2000m になります。長いですね。長いですよ。了解です。オムザもまだ、お、行こうとしてるね。してるね。お、してるね。ずっと手動いてるな。でも、まだ距離まだまだあるけど、ね、川上さんは5と9から買ってるって情報を聞いたんですけども。そうです。このままだったら当たりですか。一応大丈夫です。三輪独酒はないな、スマイフォーユー。手動いちゃってるから、向こう上面でちょっと厳しいですね。8番？うん、厳しい。そうなったら川上さんの馬券が、うん、当たることを祈るしか。8番。いや、でもあそこからまくってきてるから、ちょっとまだまだ長いから、まあ、でもね、こうやって追った方が動く馬なのかもしれない。やる気はあるんだけどね。うん、行こうとしてやる気はあるのよ。10番。あ、やばいやばいやばい、それダメ、それダメだって。それダメなの、12号。あ、ダメだね。
最後ダメだね。今がもう疲れちゃった。またかよ。お疲れ様。ね。あ、まあでも硬かったことは硬かったじゃないですか。人気の。というわけでエンディングのお時間でございます。まあ今日はちょっとね、いいところなしで散々でしたね。散々ですよ。疲れました。とにかく私笑っちゃいますわ、本当に。もう朝早く起きて、1レース、ね、熱い気持ちで応援に来て、皆さんにもね来てもらって、そうよ、ね、もう前残りのレースばっかり続いて、なんか馬券買い購入した愉快な仲間たちも今日は負けみたいですし、みんななんかしょぼぼんってした顔で、なんでしょうね今日も。もうだからもう悪いことを全部もう消化して3月は4月に向けて、あんたもいいこと言うじゃん、新たな気持ちで向かっていこうかなと私矢部美穂は思っております。そういう気持ち大事よね、はい、なので4月開催、そうね、いい勝負になることを、はい、再び願いたいと思います。そう、再び期待しておまりしまわないですしまわってないから、そうですね、もう一回再びって言って、はい、再び、はい、再びです、はい、ね、期待しています。ほんと皆さんもこうご期待です。ありがとうございました。ありがとうございます。